ビュルツブルグのレジデンツレジデンツの庭園ビュルツブルグモーツァルト音楽祭はドイツのビュルツブルグで開催される音楽祭。ザルツブルク音楽祭と並ぶ歴史を持つボルフガングアマデウスモーツァルトの音楽祭。毎年5月から7月のうちの4週間かけて開催され世界的なオーケストラが招かれて50以上のコンサートが行われる。会場はビュルツブルグのレジデンツで 建物内の屋内コンサートと庭園での野外コンサートがある。期間中に2万5千人から3万人の聴衆が訪れる。1922年、指揮者のヘルマン・ツィルヒャーによって創設された。音楽祭はその後継続的に行われたが、1943年と1944年は、寒気立候団の影響下にあった。1945年には、 連合軍の空襲でレジデンツが破壊され中止を余儀なくされた。戦後になってレジデンツが再建され、1951年からバイエルン放送の支援を受けて再開した。これまでに出演した音楽家には、アルフレード・ブレンデル、フィリップ・ヘレベフヘ、クリストファー・ホグート、ギドン・クレーメル、ロリン・マゼール、ネビル・マリナー、バルトラウト・マイヤー、ユーディ・メニューイン、トレバー・ピノック、 ゆっかペッカサラしてなどがいる。ありがとうございます。